なんか全員カマセっぽい見た目してるから大丈夫か？やばくない？お、鬼兄貴もやばいじゃん。うわー、お、やばい。オッケーオッケーオッケー。今んとこ最高戦力じゃない？はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、モブサイコ100、第9話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。モブサイコですね、見ていこうと思います。いやー、おもろいというかもう、相変わらずのカロリーの高さですよね。作画カロリーもえげつない高いけれども、視聴カロリーもえげつないぐらい高い、もう戦闘作画だったり、描写だったりが、もりもりのもりもりの、このモブサイコ、今回も楽しんでいくわけなんだけど、まあ、前回ね、リツくんがさらわれて、爪っていうやべえ組織があるんだよっていうことが明らかになり、モブくんはね、その爪と戦っていくのかどうなのかっていうところが、本当に描写されたので、今回その爪の内部だったり、爪とモブくんがどう戦っていくのか、なんかテルくんもついてくるっぽかったしね。はい。まあ本当にナチュラルバーサス、もうこうやってなんか人工的に作られた超能力者だったり、そういう組織だったりと、どういう風にぶつかっていくのか、本当に楽しみ。なんかもう本当に前は前はね、もう本当にがっかりするポイントが一切ない。常にこう満足させて終わらせてくれる。ああ、ちょっと今回は控えめだったなっていうことが一切ない。最高の作品、モブサイコ。今回も楽しんで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、この作品に関する全ての権利は著作権者に留保され許可されて視聴者のみに配信されております。無断でこれを複製、上映、放映、開演などすることによって厳に禁止されており、違反した場合は刑事罰および民事罰を招来することになります。さあ。小山。もう一人いたんだよ。連れて帰れなかったね。さあ怒られるだろうな。なんでそっちを連れてこないんだっていう話だよな。まあなあ。わお、悪そう。寺田、幹部。まあなあ。そうだよな。普通だったらリツくん置いていって。そうだよね。モブくん連れてくよね。まあでも影山茂雄を持って帰れって言われて、リツくんのことを茂雄だと思っていたから、まあ持って帰るのもまあ当然ちゃ当然だよな。まあすごい持って帰るって物みたいに言っちゃったけど。いや、いいなぁ、モブくん。いや、なんでかっこいいんだろう。モブくん、かわいいしかっこいいんだよなぁ。さあ、レーゲン先生。相変わらずマッサージ屋を開業しているレーゲン先生。そして、エクボ様。な、エクボ様も好きなんだよなぁ。なんでこんなさぁ、なんか気持ち悪いというか、不気味も要素もあるのにさぁ、こんな好きになっちゃうんだろう。こういうさ、ほら、お化けとか怖いし、不気味じゃんね。なのになんでこんな好きになってしまう？可愛いと思えるんだろう？絶妙なバランスよな。あ、これが爪か。オッケー。まあ、ちなみにスプーン曲げの超能力だけど、あれ、マジックでもあるけど、あれ、すごい曲がりやすいスプーンらしいっすね。100均のスプーンめちゃくちゃよく曲がるんで、マジックではすごい使われてますよ。曲げておいて、こう振ったら曲がりましたっていうね。夢か。さあ、モブサイコ100見ていきましょう。すごい、鼻の奥がムズムズする。爪第7支部、レゾ。さあ、これなんだ？傷？幹部は傷って呼ばれるのか？おう。個人的に潰しに行くのか。うん。ああ、てるくん来てくれんの？まあ、そうね。あ。違う。
ねえ。ああ。ああ、なるほどね。そうなんだ。そのレベル。おう、え、やってくれる？あ、そうなの？爪が？あ、寺田？うわ、寺田だ。いや、でも2対1なら勝てるだろ。え、ボコボコにするの？あ、そうなの？じゃあ勝てるじゃん。モブくんなら。おお。ああ、かけられてます。油断してた。優しすぎる。まあそうね。さあ、ぐるぐる巻きにされてる。おお。あ、そうなんだ。そうね。渋の、あれは？し、あ、そうなんだ。そうなんだ。あ、まあでも確かにそれはそう。それはそう。まあ一人は今水攻めにあってます。そうか、幹部なのか。村木。支部の幹部か。向井。竹内。なんか全員かませっぽい見た目してるから大丈夫か？宮川。あ、土屋。わお。チキンピアス。オッケーオッケー。支部長よりも上じゃないね、幹部は。支部の幹部か。石黒？おう。おう。あ、聞かれてる。はい。なんか、すげえな。痛い！あ、ナチュラルなんだ。あくまで。すいません、鼻。申し訳ないです。お？村木？あー、ゴーがムート、幹部だ。傷だ。お？どうする気？脳を読んだ？
やばい、これテレパシーで伝わっちゃうんじゃない？どうなった？引きずってる？え？刺し、え？が、マジで？やばくない？お鬼、兄貴もやばいじゃん。兄貴、だって弟ありきの能力だろ？わーお。おお！置いていっていいの？寺田さん。それだけレベル差があるのか。お？あ！念力操作。カラムチ、あ！うわ！ああ、いやでもまあこれはちょっと戦おう。寺田倒せなきゃ倒せない。おおおお、やばい。うわわわわ、やばい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 、やばい、慣れてる。やばい、内股が。あ、そうだ。あ、真似する？え？強すぎ。そうね。あまり躊躇してないね、モブくんも。うわーお、やばい。マジか。うわーお。そうね。マジ？え？うん。は？幻覚か。おお、そうね。そうね。またケツアゴ。爪って書いてある。うん。なんだ？白鳥くんしか覚えてない。
あ、改めて俺も忘れちゃったよ。霊と直感。パイロキネシス。念動力。あ、ゴー。まあ、ライターね。第一。第一とカイト。オッケーオッケーオッケー。あの、リーゼントの人忘れちゃった。うん。そうね。お？なるほど。警戒が薄いうちにってことか。お？あ！そっちに引いてるよ。お？頑張れ！頑張れ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 ！念動力で！こんだけ大きな声出したら注目しないか？やっぱりそうなるよな。やばいやばい。どうする？おお！舐められるように言ってるな。わあ、あえて舐められるように言ってるわけだな。うわあ、守るね。覚醒！うわお！出力を調整できないだけで出力はすごい高いんだろうな。ああ。ああ、直感は？ああ。お願いします。まあ、言っちゃうと君たちはかませだからな。さあ。正面突破もな。なんも。考えてない。まあ、そこら辺の。お！空ムチ。そうかそうかそうか。もう頭脳になってくれ、テルくん。わあ。変装？あ？おお、エクボ様。まあ、結構、危なかったね。あ、そうね。ああ、そうなんだ。かわいい。そうか。まあ、リツくんの場合はプロテクターを開けてたんだろうな。あ、そうね。弾き飛ばされたもんね。オッケーオッケーオッケー。今んとこ最高戦力じゃない？頭を使うのは二人に任せよう。モブ君は大砲だ。さあ、超直感。
監視カメラ壊れたらわからないか？あ、ぶつかっちゃわない？オッケーオッケーオッケー。そうね。緊張感が。しか。ああ。オッケー。まあそうだよな。こんなとこ乗り込んでくるの超能力者ぐらいだよな。いや、ま、おぉ。そうか、でもあの、アイテムがあるから厄介だな。うわぁ、これ多分、小山。小山はてるくんだな、きっと。お？なんだ？石黒。さあ。そうね。小山？小山？ぶち切れてる。まあでも今回油断なしだもんな。感情の。さあ！モブくん？本気だもん、マジで。動けない？うわ！うわお！ああ、そうか、でもそういうことだよね。怪我させちゃうとか、そういう、周りを見る余裕がないくらいには、強いんだ。周りを見る余裕がなくなるくらいには強いんだね。あの傷は。これは何なんだよー何なんだよ、この作品。面白すぎるじゃねえかよ。何なんだよー前はおもろいじゃん。ずるくない？ずるくないっすか？なんでもっと早く教えてくんないの？みんなが悪い、これは。みんな、なんでもっと早く教えてくんないの？こんな面白い作品。もうクラシックリアクションシリーズ、第1部でもやっておかしくないぐらい面白いんだけど。まあ、別に後ろに行けば行くほどつまらないかと言われたらそんなことはないんだけど。いや、これ知るべきだよ。いや、知ってんだろうけど、みんな。知ってるからこそ、結構、すごいあれが多かったんだろうけど、なんか、投票が多かったんだろうけど。いや、すごいですね。いや、いいね。めちゃくちゃ面白いね。いや、これは見るべきだよ。いや、もう、ワクワクしかしないもん。マジで、毎話毎話。どうなってんだ？おい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 。
オッケー。さあ。なんかやばいのもいっぱいいるな。いや、でも、てるくんやられてない？黒幕。ラスボス石黒？はい。というわけで見終わったわけなんですけれども、いや、めちゃくちゃかっこいい。もう、前は前はおもろい、この作品。なんなの？あのね、アナログ感っていう風に前言ったと思うんだけど、わかったわ、この作品の面白さ。これね、すごい言葉を選ばずに言うよ。あの、直球で言うよ、本当に。ただ、これは悪い意味では一切ないからね。悪い意味では一切ないけど、この面白さは、あの、中学生の、ノートに書いてある落書きです。これはもうどうだろう。僕はそう思った。これはでも悪い意味じゃなくて、もうめちゃくちゃじゃん、中学生の書く漫画って。もうバン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 動き回ったりとか、棒人間で書いたりする漫画とかもそうじゃん。めちゃくちゃな動きするじゃん。それなの。それをアニメーションにして色をつけて、めちゃくちゃかっこよくしてんのがこの作品なの。これはやばい。これはおもろい。本当に。そんなのね、燃えないわけないじゃん。めちゃくちゃが大好きなの。僕みたいな少年の心を忘れないおじさんみたいな人はもうね、大好きなの、このめちゃくちゃ。だってさ、あんなビビビビビビビみたいなのもさ、いやもう分かってるわ、本当に。少年心分かってる、少年少女心分かってるわ、かっこいいよ分かってるわ、めちゃくちゃなのよ。かっこいいはめちゃくちゃに宿るの。うん、なんかあのなんだろうな、あのエクボ様のデザインのナンセンス感、ここにちょっと可愛くなっちゃってる。本当に不気味にすればいいのに、ちょっと可愛いデザインにしちゃうとか、ナンセンス感じゃないけど、いやー、その感じはたまんないよな。ナンセンス感ってこれ褒め言葉に聞こえてる？なんかいい意味でのこの癒しっていう感じ。いやー、いいですよね。だから言っちゃうと、だからさ、なんだっけ、あられちゃんに出てくるプリンプリンみたいなさ、ああいう感じ、気持ち悪い見た目をしてるかもだけど癒しになるっていうあの感じとかも、いやもうなんかもう少年漫画というか、いやこの男子中学生の落書きに近いようなめちゃくちゃなかっこよさ。もう、やりたいことしか書かないじゃん。中学生の男子のこの落書き帳って。僕もさ、棒人間でさ、ちょっと落書きしてみようかなみたいなこと考えたけどさ、やっぱりめちゃくちゃになるんだよね。あ、もう、ぐー、なんかもう、ビュン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 飛び回ってみたりとかさ、そのかっこいいを、その、何？中学生の落書きにある粗い部分を一切削ぎ落として、もうスタイリッシュなセンスのある部分だけをこう抽出して、で、それにかっこいいストーリーだったり、このワンさんのセリフ回しだったり、そうやってあの脚本だったりスタッフさんのこの英知をこうギューって凝縮したのがこのモブサイコなのよ。いや、こんなん燃えないわけないじゃないですか。いやー、素晴らしいところだよな。やっぱりこう、やっぱりなんか、中学生であるような、尻滅裂感を大人がしっかり修正してるからこそ、大人も楽しめるめちゃくちゃかっこいい、もう土着ソアクションアニメになってるっていうのはマジでたまんない。これは本当にやばい。マジで。いや、めちゃくちゃ好きだ。いやー、こんな燃えないわけないもん。モブくんもさ、僕、なんかやっちゃいましたか？じゃなくてさ、やっちゃいそうだからっていうさ、無双系ではあるんだけどさ、いや、モブくんのキャラクターもいいんだよな、なんか。いや、でもさ、これキャスティングもやっぱり素晴らしいよね。このちょっと高めの声の人を当てるっていうのは素晴らしいと思うわ。ちょっと気の抜けたような声じゃないけどさ。あー、なんか可愛い要素もちょっとあるんだよね。あ、やばい、みたいな。あー、なんかいいよな。で、それでいて、てるくんっていうクレバーなキャルを、キャルって言っちゃった。あの、やばいわよじゃないけど、キャラをさ、こうつけてさ、立たせる。いやー、その感じ、いやーもう、やばいわ。この作品の素晴らしさを、なんか今、なんかしっかり言葉にできて、すごい今嬉しい。本当に。そうなんだよ。そうなんだよ。中学生のね、めちゃくちゃなね、この棒人間漫画を、しっかり絵をつけたかのような素晴らしさなんですよ。それでいて完璧にすごい描き切ってるじゃないけど、世界観として構築して完成させてるんだよ、アニメーションで。動きまくって。うん。多分、この作品の魅力も多分漫画原作なのかどうなのかわからないんだけど、この漫画原作の素晴らしさもきっと多分そういうアクションのかっこよさ、迫力だったりだと思うんだけど、それをしっかりアニメーションに落とし込めてるから、いや、こんなんもうテンション上がるわな。まあ、やばいな、マジで。3期が今から楽しみだ。2期も多分面白いんだろ？でも面白いでしょ？だから3期やるくらいだもん。2期も面白いんだよ。で、味も薄まってないと思うんだよ。いや、こっから先どうなるのかマジで楽しみだな。
いやー、リツくんもね、クレバーにこう逃げているわけなのでね。いやー、リツくんとモブくん、なんとかなんとかね、この爪を潰して、なんとか逃げ切ろ、そして日常に戻ろうっていう感じで、今回はね、とりあえず、こんな感じでまとめようかなというふうに思います。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。モブくんとか、やばい、テルくんとかね。いや、テルくんも強いよね。あー、いいよなー、なんか、いいなマジで。いやたまんねえな。全員好きなんだよな。エクボ様も好きだしね。あ、いやめちゃくちゃいいなというふうに思います。次回もねすごい楽しんで追いかけていこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。多分毎日更新されてると思うので、はい、明日もよろしくお願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上モブサイコ100第9話でした。バイバイ。